ました。ショービーネット TV 声優チャンネル、今回もパーソナリティは私伊坂瑞穂と島崎和歌子でお送りいたします。よろしくお願いいたします。さあということで、皆さんとうとう2013年が終わりまして、新たな年2014年が始まりました。改めまして、新年明けましておめでとうございます。そうですね、改めまして、2013年はですね、本当にあっという間に過ぎてしまいました。私たちにとってとても充実した年になったんではないでしょうか。ですねというわけで、今回の、声優は2013年を振り返りながら私たちが経験したオーディションのお話をしていきたいと思う。なんやねんなんやねん。いや、今蝶々飛んでましたよ。蝶々、蝶々、バタフライ、蝶々バタフライ、フライングバタフライバタフライバタバタフライ飛んでましたよ。いや、捕まえようと思って。わかりました、バタフライバタフライ。せいゆう、はい、ということで、はい、続いてのコーナーいっちゃいましょう。私たちのですね、この勝負に入ってからの1年間で、はい、まあ、1年間ですね、で受けてきたオーディションの、はい、紹介をですね、このデデン年表に沿って順番にお話ししていきたいと思います。うわー、ということで、はい、私たちね、この1年間で何個受けたんでしょう。私数えてないんでまだわからないんですよ。私も数えてないですよ。うわー、大変。あの、作ったのはこれ作ったんですけれども、はい、あの数えてないんですね、まだ。あのとりあえず書こうと思って書いただけだと思うので、ね、じゃあ早速見てみますか、はい、4月から、はい、4月から、はい、まず1回目、思い出の貞子。こちら入学して1週間経たないうちに、そうなんですよ、すぐオーディションがございまして、はい、あの実際本番で、はい、あの読むセリフの部分を、うん、あの何箇所か抜粋で抜いて、うん、それをあの先生方の目の前で、そうですよね、一人で読むという。緊張しましたね。緊張しました。もう、もう何も習ってないのに。そうですよ、もう本当に自分の素をぶつけたみたいな感じで、はい、いやでもね、とてもいい経験になったんじゃないですか。伊坂さん出てましたよね。そうそう、私は無事に出させていただきまして、はい、はい、いや本当にお勉強になりましたよ、はい、なんか、はい、あの心のお勉強にもなりました。すごいなんか感情のお勉強です ね、うん、そうですね、素晴らしかったです、はい、ぜひ来年も参加したいなと思います。見ていらっしゃるね、高校生の方とか、はい、ぜひ、ね、はい、ぜひ一緒にいただきたいです、はいはい、続きまして D ラビット6 1時、はい、はい、島崎さん、これは1時通られましたよね。そうなんですよ、いや素晴らしかね、歌を一生懸命カラオケで歌いまして、はいはい、CD に収録しまして、うんうん、それを先生に提出するんだよね、はい、でそれがどんどん進んでいきますと5月、 D ラビット6 2時、こちらは、その学校のですね、はい、あのアレンジ作曲学科の方々がたくさんバーッと並んでいらっしゃる前でこうライブ審査ですね、歌って、でその曲が、歌った曲が気に入っていただければ、アレンジ作曲家の方、と組ませていただいて曲を制作できるというね、そういう流れになってますよね。はい、歌われましたよね、 CD。 そうなんです、見事合格、 D-Rabbit 6 合格しました。はい、3曲目にね CD 立てるんで、はい、ぜひですね、あのお買い求め聞いていただければ嬉しいなと思います。はい、はい、じゃ続きまして6月コスプレライブ。はい、あコスプレライブ、これは激戦でしたね。はい、激戦でしたよ。何組出たんですかね、はい、あれ。いや7、かなり、そうですよね、すごかったんですよ、とにかく、はい、あの
そうですね、始まったのが夕方の6時くらいからだったんですけど、うん、終わって帰れたのが9時前とかで、うん、ずっともう待ち時間の方が長かったですよね。そうですね、ずっとドキドキしながら次だ次だって、ね、もうずっとこうやってうおーって言いながら待ってて、はい、もうみんな化粧直し始めたりとか、はい、ウィッグ直し始めたりとか、先生方の前で歌うんですよ、ま、そうなんですよ、はい、ずらっとまた並ばれてこうやって、はい、こうやってこうやってやられてるんですよ。もうそうですね、先生の方見れないですよね、冷や汗をかきながら歌わせていただきました。はい、でこちらは私たち晴れて合格いたしまして、ただいまあれですよね、はい、ネット TV の方で、はい、配信されております。年下の男の子カバー、はい、冷たいヘアカバー配信されております、ね、はい、ぜひそちらも合わせてお聞きいただけたらなと、はい、嬉しいです、思います。嬉しいです、はい、はい、はい、あ、でこちらのですね、外部の書類審査っていうのは、はい、これはですね、書類を出して結果待ちという感じだったんですけど、うん、これはちょっと残念ながら通ることはできなくて。そうですか、はい、ちょっと、はい、まあ苦いような、ね、苦くないような、ちょっとまあ落ちてなんぼですから、オーディションなんていうものは。そうですよ、どんどん挑戦しますよ、はい、落ちるつもりでいきますから、ね、そうです、はい、落ちるつもり、うん、あ、いいでしょう、はい、次いきますね、はい、はい、で7月、あ、こちら外部のオーディションはこちら私が行かせていただきまして、はい、とあるちょっとアニメーションのゲスト声優のオーディションだったんですけれども、こちらは実際に書類と自分が出向いてその場で審査していただくというものだったんですけれども、いや、これ書類とともに出向くんですね。そうです、うん、どうでした？すごかったです。もう あの私だけじゃなくて、うん、知ってる先輩方が何人かいらっしゃったんですけど、なんかもうすごい差を見せつけられた感がすごくてですね、なんか、あ、こうやって受け答えするんだとか、はい、あ、こういうの持ってた方が絶対得だなっていうような、たくさんありました ね。もうなんかオーディションを受けに行ったにもかかわらず、なんか勉強しに行ったような、うん、あ、そうですよ、オーディションはね、とっても勉強になりますよ、はい、受けたら受けただけなんか言えますもんね。そうですよね、もりもりですよ、もりもりですね、もりも、はい、次は9月、アニラジ、アニラジ、はい、こちらは、FM 長野という長野県で放送されているラジオの番組ですかね、はい、そうですね、ラジオドラマ、ラジオドラマのキャラクターの、はい、キャストですね、キャストですね、オーディションがありましたね、はい、ちょっと結構あるのでポンポンいきますか、はい、で結構長いですね、あ、長いです、結構長いですね、すごい長いですね、あら、もう一枚あります、あら、すごいじゃないですか、でで、はい、でまたまた9月たくさんありまして、ちょっと声優です、この声優じゃないですか、この番組のオーディションがありましたね、こちらオーディションだったんですよね。そうなの、パーソナリティをこのやる前、はい、オーディション、いやー、これもなかなか緊張しましたね、はい、先生方がずらっと座られて、こうやって座られて、すごくなんですかね、はっちゃけたことをしても先生方はね、こう本当なんですよ、これ。そうなんですよ、本当なんですよ、笑って、その中でふざけたことをするっていう、なんとも言えない、心臓に毛が生えないともう生きていけなかったです ね、あれは無理やり生やしましたよ、ボッって、はい、おかげでね、生やしたんですか、生やしましたよ、無理やり生やしました、はい、一本こうやって、そうです、生やしたんです、生やしました、毛穴からね、ポンつって、そうなんです、作りました、毛穴から、あ、そうなんです、はい、わかりました、おかげでね、今ここに二人でね、はい、立てているわけなんですけれども、はい、はい、はい、いや、これもまたいろいろ苦い思い出もありましたけど、はい、ちょっと今となっては楽しかったですね。そうですね、はい、ずらずらちょっとポンポンいきますか、はい、ここから次、声優アワード、はい、こちらはですね、うん、何でしたっけ、声優、世の中の声優業界があるじゃないですか、はい、そちらの中から、毎年一番1年間で頑張った、うん、声優さん、主演女優、主演男優、うん、助演女優とかいろいろ部門があるんですけれども、うん、そちらを決める、うん、なんかアワードみたいなのがあるんですけれども、うん、それと伴って、うん、新人発掘オーディションというのも行っておりまして、うん、こちらの方に参加させていただきましたね。そうですね、音源を作ってみんなで朝から晩までずっと練習して頑張って撮りましたよね。撮りました、何回も先生にね、はい、ダメ出しをいただいて、はい、はい、そんな経験もありまして、はい、次に外部、こちらはあれですね、はい、掛け算の歌、あ、こちらはですね、はい、まあ外部でもありましたよっていうことで、ちょっと次いきます、はい、次行きましょう、ちょっと結構あるんでね、ポンポン行きましょうよ、はい、次、 S はそうなんです、はい、尺がね、
S1 オーディション。S1 オーディション。S1 オーディション。こちらは尚美の学校がバックアップして行っている、はい、大規模なオーディションでございまして、ね、こちら学科とか問わずに自分たちで歌いたい、うん、踊りたい、なんかパフォーマンスしたいっていう方々が出して審査をしていただいて、うん、でこれあのグランプリを取りますとですね、うん、あの声優あじゃない間違えましたごめんなさい、うん、アーティストとしてデビューができるんですよそうなんです。この尚美の中にある春日組というレーベルが全面バックアップでデビューさせていただくという、うん、デビューをかけた大きなオーディションなんですけれども、はい、ちょっとあの恐縮ながらですね、あの絶賛オーディション参加中でございますあの、はい、声優あネット TV でですね、ネット TV あ、はい、YouTube でですね、あの私のあの持ち歌のですね、はい、あのワンコーラスだけなんですけれども PV が配信されておりまして、そちらのですね再生回数やグッドの数でいろいろね、受かる受からない、次の審査受かる受からない審査されるんですけどね。いやもうじゃあかなり今焦ってますね。そうですね、あの再生回数ゴーッと、お友達にお願い見てって言ってお願い見てって言っていろんな方に見てもらってます。はい、はい、ということで、まあ、こんなこともありまして、はい、10月歌勝、うん、これは何ですか。歌勝こちらですね、あのソニーミュージックさんが、はい、主催されているとっても大きなコマーシャルでも流れてたりするんですけれども、うんうん、あの歌い手さんのオーディションですね。あ、はい、歌い手さん、はいはい、こちらもあの CD とかを出して、まあ、今までと同じように審査させていただくというね、うん、大規模のオーディション出してみました。はい、はい、どうだったんですか。そうですね、まあ、そこら辺は、はい、次行きましょう。はい、次行きましょう。はい、11月、はい、漫画動画、これはなんとですね、はい、12月8日に行われた、行われたあのクリスマスライブの方で、はい、あの上演する、あの生アフレコで上演する漫画動画という、はい、なんか漫画の写真にアフレコをするみたいなのがあったんですけれども、うん、それのキャストのオーディションがありまして、学内で、はい、でこちらは参加させていただいたんですよね、私たち。そうなんですよね、はい、里美という役でした。私はナレーションでした、はい、そうなんですよまあですね、でまあハッピークラッピー、こちらはあのキッズステーションというケーブルテレビで放送されている番組の一つの枠でございます。あのハッピークラッピーという番組があるんです。キッズステーションというあの放送局の中に、うん、そちらの、ね、そんなのも出されたんです、ね、新しいキャストさんのオーディションもございまして、はい、はい、次アニラジ2時、あの先ほどこのクラスの声がピラッと出てきて、ね、ピラッと流してしまったんですけども、2時がここにあったよというね、はい、そうなんですよ。こちらもあの音源と自分のセリフとか、はい、自己紹介の音声を提出して、はい、うん、そうですね、通ったら2時というのがあるんですけれども、はい、はい、いやちょっと私息切れがしてしまいました。息切れですか、大丈夫ですか。たくさんありましたね。何個ですか、何個ですか。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、15個。いやすごい、すごい、1年間たくさんのオーディションを受けさせていただきましたね。はい、まあこんな振り返ってみるとですね、かなりたくさんありましたね、オーディションが。ありましたね。はい、まあこんなさ経験をさせていただいて、はい、本当にありがたいですね。ありがたかったですね。はい、いやでも引き続きですね、2014年も2013年に負けないくらい、はい、たくさんのオーディションを受けて、たくさん自分のものにしていきたいなと思います。はい、頑張っていきましょう。頑張りましょうね。声優、続いてのコーナー、はい、早口言葉大会。またやるんですか。そうなんですよ。またですか。ちょっと、はい、前回の私あんな格好悪く終われるわけないじゃないですか。何でしたっけ、空虚なキュッ、空虚なキュッでしたっけ。やめてください私は本当はあんなものではないんです。本当ですか。もっとできるんです私は。うん、言うじゃないですか。今回はですね、見せつけてやりますよ。またやるんですか。そうです、前回のリベンジです。
しょうがない、またやりますか。用意してますよ。用意してくれてるじゃないですか。わーい。でれん。はい。では、どうしますか。先にやりますか、今回は。そうですね。あ、なんですか。あ、前回、あ、そうですね。高校でしたね、私。高校でしたよ。やりますか、先に。どっちもいいですよ。いや、ちょっと、それはちょっとドキドキするんで、ちょっとじゃんけんしましょう。じゃんけんですか、わかりました。じゃんけんしましょう。いいですよ、いいですよ。はい、いいですよ、いいですよ。よし。あ、見えました。よし、いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。どうぞ引いてください。私が先攻なんですか。そうですよ。負けた方が先攻ですか。そうですよ。私ね、後の方が気合い入るじゃないですか。はい、どうぞ。見せつけでやりますからね。知りませんよ、後で泣いても。どうぞ、どうぞ。うわ、何が出るってな。はい。見せろよ。国語、熟語、術語、主語。あ、これ今やったんですか。もう何ですか。今やったんですか。もう違いますよ。いや、私はあの皆さんに聞かせると。あ、よかったよかったよかった。そうですよ。ちょっと待ってください。これ何回ですか。ちゃんとあのスピーディーに言うんですよ。2回続けてスピーディーに言うんですよ。2回言うんですか、これ。あ、これはじゃあ分かりました。これちょっと長いんで1回でいいです。本当ですか。よし、やる気出た。じゃあ2回にしよっかな。わかりました、2回やります。いけるんですか。わかりません。じゃあ、わかりません。頑張ってください。はい、はい、いきます。国語、熟語、術語、主語。国語、熟語、熟語、術語。あーわーわー、イエーイ。惜しいじゃないですか。熟語まで言いましたよ。うん、わかりました。これ2回目の国語、あ、熟語までですか。2回目の熟語までですか。わかりました、はい、じゃあ私がじゃあ私、ああ、これでじゃあ、島崎さんが国語で噛んだら私の勝ちですよね、はい、2回目の国語で噛んだら。そうですね。よし、亀なんですか。やめてください。やめろやめろ。私は、はい、ちゃんと最後の主語までいきますから。2回目の。本当ですか。私にね、そんなこんなやらせたらもう完璧ですよ。じゃあもうカメラに向かってズバッとやってくださいよ。もう任せてくださいよ。私にできないことはないんです。また言いましたね。私にできないことはないんですよ。いきますよ。国語、熟語、術語、主語。国語、熟語、術語、主語。あー、言えたー。なんでですか。私にできないことはないんです。前回できなかったじゃないですか。何ですか。前回とか何ですか。空虚なキュ空虚なキュやめてください。潔く負けを認めてください。はっはっは。ということで何ですか。もう一問行きたいんですか。やります。もう一回やります。わかりました。じゃあどうぞ引いてください。ありがとうございます。さあ何かな。あ、もう簡単なの。何かな何かな。うん、はい、見せてください。微妙。トラ柄のトラックかける5。トラ、はい、やります。大丈夫です。これなら私多分できます。大丈夫です。いけるんですね。いけます、いけます。わかりました。頑張ってください。はい、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 はい。いきます。はい。トラ柄のトラック、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 トラ柄のトラック。おっしゃ。ウェーイ、ちょっ、わかりました。いいでしょう、いいでしょう。はい、これで島崎さんが言えちゃったら私負けですよね。そうですよ。いや、言えなきゃいいんですよ。引き分け、何を言ってるんですか。私にできないことはないんですよ。また言いましたよ。私にできないことはない。任せてくださいよ。こんなね。わかりました。ちょっといきますよ。トラ柄のトラック、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 トラ柄のトラック。うわー、何ですか、もう。今回は私完全勝利でございます。ほほ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 
前回のもチャラですね。チャラ、あ、いちいちってことですか。チャラですよ、そうですよ。え、じゃあこれからもやるんですか。
そうですね、もしかしたらまた出てくるかもしれないですね。もう嫌ですよ。はい、わかりました。さあ、今回は私負けてしまいましたけれども、いや次回はまた巻き返しますよ。やってやりますよ。まあやってみてくださいよ。じゃあはい、絶対やります。いやまあね、はい、じゃあ続いきますよ。それでは次回もお楽しみに。シャウビーネット TV 声優チャンネルっす。声優チャンネル、声優、また次回もお楽しみに。お楽しみに。